巨人のキャンプを1日早く切り上げて卒業式に出席した浅野選手は、野球部のセレモニーに参加しました。これから、社会人だったり大学に行くことは、大学に行くんですが、予想で学んだことを生かしてずっと粘り強く頑張っていきたいと思います。思い出が詰まったグラウンドで喜びや苦労を共にした恩師やチームメイトと高校最後の時を過ごした浅野選手、次の目標に向かって思いを新たにしていました。この3年の夏も52年ぶりのベスト8ということで、一番いい結果っていうのが残せたので、それは本当に誇りを持って卒業したいなというふうに思います。調子が良くても悪くても、いろんな方に応援される選手を目指して、小さい子どもたちに夢を与えられるような選手を目指して頑張りたいなというふうに思います。浅野選手は明日上京し、チームに合流するということです。